朝食の美味しいホテル全国4位、数々の旅行サイトで賞を受賞、すすきのからほど近く札幌旅の拠点に超便利。今回はベッセルイン札幌中島公園の宿泊記ご紹介していきます。ラバハリ。今回のプランは朝食付き海鮮勝手丼がおすすめ、和洋北海道産の朝食ビュッフェプラン、お一人様7100円のプランです。ロビーに入ると旅の渇きを癒してくれるウェルカムドリンク、みんな大好きアメニティバー。朝一呼ばれたから、ダイフリップ、サクマバンドとソッシュ、ヘアパック、入浴剤が3種類、カモミール、ラベンダー、マレとかコットンとかかな、シャワーキャップ、化粧水、クレンジングオイル、フェイスウォッシュ。ベッセルホテルさん、ジャラン2019、泊まってよかったよ、堂々第1位。それではお部屋のご紹介していきます。広々使えるスーペリアツインルーム。それではルームツアースタート。オープン。あ、すごい、おしゃぶりスリッパがあるよ。あ、本当だね。うん、違反が大容量ですね。うん、6本用意されてます。はい、こちらがベッドです。せーの。あ、いいよ。いや、でもちょっと柔らかい系かもしれない。うん、安いね。ぐるっと寝ると超便利です。はい、はい、コンセントがこれね。うん、天気系が足元のランプと、うん、室内のオンオフだね、うんうん、これが入り口のエントランス。はいはいはい、ここはご飯食べられるようなスペース。ちょっとあの夜帰ってきて何かこう酒飲んだりとかできる感じだね。このスペースあるだけで全然違うよね。ビュー、ビューがね、都会ビューですね。うん、空気清浄機かな。空気清浄機だね。うん、うん、うわ、デスクだ。うん、これすごいいいね。部屋でも仕事ができるということで、すごい使いやすい作りになってる。うん、コンセントと、そう、コンセントと、お、いきなりフードメニューがありました。うん、ルームサービス、夜食に、そうだね、ルームサービス、ピザーラとか、インフォメーション、ランドリーバッグかな。うん、充電器系だ。あ、すごいね、こんなのあるんだ。LAN ケーブルとか、うん、でもらうとケトルがあって、コーヒーカップとグラスが3つずつある。冷蔵庫か。じゃじゃん。ちょっと荷物を置いちゃったんですけれども、ここの上が荷物置きになっていてワンピース、男女兼用のワンピース型。うん、関係なく着れるから、うん、いいよね。うん、こういう感じで、うん、立つとか。こちらバスタブですね。めちゃめちゃ広いんだけど、この感じ。あ、これは広いね、かなり。すごい、うん、ポーラです。ポーラだ。うん、洗面台ですね。うん、タオルが用意されているよと。バスタオルですね。はい、はい、それでは以上になります。クラちゃんかけ放題です。
いくらに溺れる。継ぎ出しもすごいこまめにやってるし、これだけもいいし、なんか最高にいい設計さんとか、なんか部長ベッセルさんの朝食でした。ごちそうさま、ごちそうさまでした。チェックアウトは嬉しい11時。ホテルベッセル in 札幌中島公園さんは、朝から夜までアクティブに札幌を旅するあなたにぴったりのホテル。この動画があなたの旅の役に立てれば幸いです。この動画が良かったら高評価ボタン、これからも動画で一緒に旅をしてくれる方はチャンネル登録ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画で、バイバーイ。